4号艇樋口亮選手です。今節ここまで船足の仕上がりはいかがでしょうか？上位グループにはいるとは思いますけど、他と似た感じと思います。特徴などはありますか？特徴はないですね。バランス型で、このメンバーだとちょっと大和が一人抜けてるかなって感じですね。明日の作業は何か考えてらっしゃいますか？一応整備士さんとは相談してるんですけど、やるかやらないか、明日にならないとわからないです。明日は4号艇でのレースになりますが、レースイメージの方はいかがでしょう？ダイヤモンドカップで迷惑かけてるんで、スタート入れるだけですね。そのスタートなんですが、今節ここまでご自身の完投いかがでしょうか？比較の方は。勘通りは勘通りで、F 持ちの割にはいけてると思います。では最後に改めて意気込みをお願いいたします。絶対フライングしないようにします。